皆さんこんにちは、モリタインドラムスクールのモリタインです。本日はゲストが来てくれてます。サウンドクリエイターのカフカさんです。よろしくお願いします。カフカさんはですね、僕の、実は先輩でありましてですね、カフカさんが、作曲された曲の、レコーディング、ドラムレコーディングを、参加させていただいたりとかですね、結構古くからの、実は、知り合いという、ことであるんですけども、今回、一体どういうことをやるかというとですね、作曲家目線、このサウンドクリエイター目線での、ドラムについて、いろいろ、お伺いしたいなと思うんですけども、今回、なんと、カフカさんは、この YouTube のために曲を作ってくれてるんですね。はい、曲を下ろしてきました。ああ、なるほど。ありがとうございます。曲のアレンジをするときっていうのは、すごくこう、悩むというか、どのように、ドラムをね、その曲に、乗せていったらいいかわからないっていう人が、多かったりするので、今回はそのサウンドクリエイター目線での、そのドラムアレンジについて、いろいろお聞きしたいなと思うので、今日一日よろしくお願いします。はい、では、やってみよう。別に思ってもいいやつなんか、逆よ。そうそう、なんか、スタッフさんってなんかこう、ちゃんと入れておくんで。それではですね、カフカさんに、作っていただいた曲について、ちょっと聞きたいなと思うんですけども、今回どういう曲を？今回はですね、はい、丸々一曲を作るというよりも、いろんなバリエーション、演奏バリエーションを取ってもらおうと思ったので、テーマを決めてきました。あ、なるほど。はい、わかりやすく、喜怒哀楽。喜怒哀楽、はい、を4つのセクションに分けて。あ、なるほどなるほど。はい、ちょっとやってもらおうかなと思って作ってきました。あ、なるほど。エビス顔が売りの僕はこう動画出せるのかどうか。いや、お金を楽しみながらなるほどやっていただけたらなと。なるほどですね。はい、わかりました。それではちょっと一度、僕もまだ全く曲を聴いてないので、はい、どういう曲になのか、はい、どういうアレンジが飛び出してくるのか、僕も全く今分かってない状態なんですけども、やっていこうと思います。それでは一度ちょっと曲を聴かせていただいてもいいですか？はい。じゃあ、ちょっと、森田には今からちょっと曲を聴いて、はい、ちょっと iPad にちょっとまとめてみます。はい。はい、お願いします。はい。
なるほど。やっぱり聴いてる最中でも、うん、あ、ここはこんな感じかなってやっぱ思いつくんですか？そうですね、ね、なんかその曲と、うん、まあ、頭の中でこうドラムを僕はこう鳴らして合わせるんですけど、うん、それがあったらスラスラっといけるんですけど、うん、全然こう頭の中とこう合わない場合もまあもちろんあるし、まあ実際にこう叩いてみた時に、あ、全然合わへんなみたいな、まあところもまああるっちゃあるので、まあその辺はちょっとまあ合わせてみながらっていうところになってくるかなと思うんですけど、まあ一旦ちょっとこれでやってみようと思いますかね。ということでですね、ちょっと一回このいただいた楽曲に対してちょっと簡単にチューニングというか、あ、そうですね、はい、やらせていただいてもいいですか？ちょっとスネアを変えますね。変えますか？スネアを変えます。ラディックの402に変えます。今回ちょっと攻撃力が ありすぎて、そうなんです、銅のところしか生かされない可能性があるっていうちょっと一回曲を弾いていいですか？ちょっとこれでチューニングしよう。じゃあ、セクションで結構ガラッと雰囲気を変えてもらいたかったりするので、はい、まず喜怒哀楽を4つに分けて、喜、うん、の部分、はい、テーマが喜びなので、はい、軽快にいきたいなと。軽快に行きたいということで、喜怒哀楽の動、はい、これはもうアグレッシブにアグレッシブで、セクションがその胴の間でも2個に分かれてると思うので、そうですね、そうですね、もう初めはちょっと激怒な感じでいってもらって、これがあれやな、激怒からスタート。さっきまで警戒やったのに激怒になって、情緒不安定じゃないですか、はい、でそのセクション後半部分は、はい、中でふつふつしてる怒り的な感じ。後々怒るやつね。そうですね。めっちゃ怒ったけど、後々ムカついて。そう。なるほどね。割とあれですよね、その、うん、怒ってるセクション自体は結構長いですよね。そうですね。そうですね。ブレイクする8小節、うん。この辺激怒しといて、うん、で、そこからの16小節か。うん、もう、割と激怒してる感じ。めっちゃ怒ってますね。めちゃめちゃ怒ってますね。怒り冷めやらぬが後半かな。なるほど。ね、で、ここからふつふつ。はい。で、一旦落ち着く。はい。なるほど。で、愛で。バーンってなった時に。悲しみなので、雰囲気を重視してもらう。あ、はい、雰囲気を重視してもらう。これがね、多分一番ざっくりとした注文だと。はい。まあ、はい。軽快激怒と、ふつふつも、まあ、割とざっくりしてますが。まあでも、テーマはちょっと悲しみ、ね、そうですね、ですよね。喜怒哀楽のキーとちょっと似通ってるかなと思ったんですけど、うんうん、そこはあえて森谷君にこう寄せてライブ感みたいな、まあ疾走感とかね、そういうのがあればいいかなと。楽しいっていうのが伝わればなるほどいいなと思います。まあ楽しさを伝わる、そうですね、なるほど、はい、わかりました。このざっくりした要望に果たして森谷はどのように答えるのか、はいはい、2人でアレンジしてるだけじゃなくて YouTube で撮影してるっていうプレッシャーもありますから ねぶっつけ本番のね、ぶっつけ本番で撮影して、で後ろに作曲者の人もいるっていう、この恐ろしい状況はなかなかないですね。嫌っすよね、こういう状況はね。はい。まあでもそのね、本当にゼロの状況から、じゃあドラムまず取りましょうってなった時にね、じゃあどういうアプローチをするかで曲の内容が変わってくるんですよね。そう。で、これもね、ちょっとね、皆さんにお伝えしたいことなんですけど、恐れず、こう思いつくことを一回何でもやってみたらいいなと思ってたんですよ。そうだ、ね。で、それでやった上での意見をこう交換できたらいいと思って、こう恐れず、何でも持ち物を全部出してみるのがいいんじゃないかなと思いますね。怒られはしない。怒られはしない。怒られはしない。はい。
はい、これで怒られたら僕もう泣いてしまうかもしれないですね。YouTube で。では警戒、はい、激怒、激怒、ふつふつ湧いてくる怒り、まあ、こう悲しみの雰囲気を出して、そして最後楽しく、疾走、そうですね、ライブ感があるこう楽しさを表現できればと思います、はい、やってみよう、お願いします。はい、まあ確かにね、はい、アレンジに関してはね、これってすごく面白い結果が出たなと思って、うん、おー、なるほど、あの後ほど僕が考えた、はい、あ、そうですね、そうそうそう、の方を聞いてもらうと、すごく、まあ、うん、おー、そういう風に来たかっていうのが比較がすごく、あ、なるほどなるほど、で、多分これって、うん、あの、うん、バンドをやってる方やったらなおさらだと思うんですけど、うん、アレンジをするときに、うん、ここの部分よりもこっちの部分でこう、こっちを使った方がいいんじゃないとか、はい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 、これよりもこっち側で使った方が生きるんじゃないとかっていうディスカッションをすることが多分多いと思うんですけど、うんうん、それがすごく顕著に出たというか、よかったよかった、笑顔が出てよかったです、はい、そのことでではちょっとマハさんの、はい、実際の、はい、カフカさんのドラムドラムの実際僕が考えたドラム、はい、聞かせていただいていいですか、はい、では、はい、
なるほどですね。これは面白い。面白いですね。面白いですね。これは非常に面白い。なるほど、なるほど。でもなんか近しいところもありますよね。なんか近いところというか同じイメージを持ってるところもあれば、うん、そうなんですよ。あ、面白いこれ、マーさんがこの軽快さ、まあ、激怒を、うん、まあ、どのようにこうドラムでイメージされてるかっていうのも、うん、なんかこっちもなんかちょっと勉強になるというか、これ僕もちょっとまだね、あの2日ぐらいかけてちょっと次は考えたパターンをやりたいですよね。はい、なるほど、ありがとうございます。なんかこうドラムのアレンジをするときに、なんかまあ僕の中でもそのいくつか候補をこう作るというか、例えば A メロのセクションがあったら、まあ、例えば8ビート、はい、ダンスビートとか、なんか僕の中でこうランキングがこうバーンって流れてて、まあ一応上位のやつをこう使っていくっていう感じで、でまあその中で例えばさっきみたいなちょっと軽快な感じでって言われた時に、まあそのランキングの中から軽快そうなやつをこう出してきてこうやってみるっていうところで、あのまあ並べてみたっていう感じではあるんですけど、作曲者もね、うん、結構こう同じところを思ってたりするんですよね。多分考え方としては一緒なんだなと思います、ね、なるほど、うん、まあ、ぶっちゃけなんか僕レコーディングでここまで丸ごと自分で考えてアレンジすることって、まあ、まあ、ほぼほぼなくて、やっぱその依頼される時って、まあ、ある程度かっちり固まったもデモテープっていうかデモ音源があって、で割とそれを忠実に再現した上での、まあ、要望みたいな、はい、ことで、なんか、まあ僕は基本的にレコーディングをやったりとかするんですけど、うん、はい、まあ、ここまでなんかこの、すっぱだかで来るっていうことは、まあ僕も、ちょっとすごい、なんか久しぶりというか、自分のバンド以来というか、感じだったんで、まあ非常に面白かったんですけども。まあ曲をね、こう作っていただいたんですけども、その曲を作った時点では、もうドラムってすでに頭の中にあるんですか、今みたいな。もうこれって個人差が多分、めちゃめちゃあると思うんですけど、僕自身は頭の中にフルセットになってます。ドラムからギターから。なるほどなるほど。もうそのドラムありきでギターなりそのシンセなりの音を頭の中で作っていく感じ。そうですね、うん、あ、なるほどなるほど。だからどういうジャンルをするにしても、うん、もう音楽ってリズムありきだと、リズムの上で成り立ってるものだと思うので、基本で持ち込んでいったりとかするのはドラムからです、うん、リズムから先にやります。だから今回のパターンは全く逆で、あ、なるほど。だから面白いなと思って。なるほど。まあそうですね。このドラムを例えばその考えた時っていうのは、はい、この人が浮かんでるんですか。この人みたいなドラムっていうような。そうですね。人というよりも、うん、ここのセクションはこのバンドかな。ああ、なるほど。みたいな雰囲気は。でもなんか分かる気がしますね。まあ、特に今回の曲みたいに、うん、セクションごとになんかすごいこう、なんやろ、アレンジが分かれてる場合では、うん、割とここはあのバンドみたいな、ね、ここはあのバンドみたいな、うん、みたいな、うん、まあ、そういう感覚になってくるんですね、うん、どうなってたらそのエディットしやすいとかっていうのはありますか。このなんか例えば演奏しかり、まあ、こうフレーズしかり、うん、まあ、このドラムのこのチューニングの具合とか、うん、まあ、音量バランスとかもいろいろあると思うんですけど、うん、曲によりけりといえばもうそこまでなんですが、なるほどなるほど。一旦は、うん、自分が思う通りにやってほしいかな。こっから抜いていく方が多分より曲の雰囲気とかその曲が求めてるものを出しやすいんじゃないかなと思うので、なるほどなるほど。そういうのを弾いていく方が多分いいと思いますね。ははは。なんか僕もこういうアレンジをしていく時ってやっぱ数を出していって、うん、でそっからいいものを選んでいくっていうやり方を取ることが多いので、うん、はい、だからまあ今回は本当にぶっつけ本番というか、まあ取って聞いてっていう感じだったんですけど、はい、まあ、自分でもしここでアレンジをするとしたら多分4テイクぐらい取って、うん、でなんかあこのセクションここがいいなとか、うん、っていうので分けてやっていくかもしれないんで、うん、まあ、洗いざらい、そうですね、僕も出していく方がいいんじゃないかなとは思ったりするんですよね。エディットしやすさで言うならば、うん、フレーズ云々というよりも、うんうん、ベロシティの問題の方が大きいかもしれないですね。あ、なるほどなるほど、はい、元の強弱の、ね、まあ、バランス、そっちの方が結構大事だったりとかするんじゃないかなと思いますね、うん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 、なるほどなるほど。あとちょっといじれない部分であったりとかする時もあるので、はいはいはい、そこはもう初めからもう、なるほどなるほど、決め打ちでやってもらってる方が、はい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 、いじりやすいですね。なるほどなるほど。強弱のコントロールを、そうですね、まあ、とにかくしっかりしておいてほしいっていうことですね。バスドラ、スネアとハイハット、はい、この3点の音量バランスは結構なんか、気を使ってる人が多くて、うん、例えばその金物が大きくなりすぎると、うん、まあ、やっぱこう耳が痛い演奏になったりとかするので、はい、まあ、ドラムの演奏的には、うん、まあ、そこのバランス、この金物を大きくなりすぎないように、うん、まあ、バスドラ、スネアをしっかりと鳴らして、うん、っていうことを気を配ってたりはするんですけど、作曲者というかそのエディットする側からしても、うん、そこはやっぱり変わらずですね、ちゃんと鳴ってた方が、はい、のがいいですね。シンバルうるさいのはやっぱりやりにくいですか。
まあやりにくいです。なるほど。でも基本の3点をしっかり合わせてることがまず土台がやっぱり、ね、しっかりしてるためだと思うんで、そこかなと思いますね。リズムの土台をちゃんとしっかりと、ね、あのしといてくれたらっていうことですね、はい、チューニングの具合とかその楽器の状況とかっていうのはどうですか、はい、僕もそこまであのチューニングに詳しいわけじゃないんですけど、はい、まあ、楽曲を聴いて、うん、楽曲のそのキーに近しいところに、はい、まあ、スネア、うん、ハイタムロータムの輪を、うん、まあ、合わせていって、うん、まあ、その違和感がないようにというか、うん、あのどこを叩いても、はい、まあ、ちゃんと混ざるようにを、うん、まあ、意識はしてみたんですけども、はい、それってね、結構後々実はシビアな問題になったりとかするんですよね、うん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 、例えばそのフルセットで音を鳴らした時にチューニングがあまりにも、合ってない場合だとドラムだけ浮いて聞こえるんですよね。あー、なるほど。馴染みがやっぱり悪くなって、うんうん、どうやってもまず混ぜきれないんで、はいはいはい、特にスネアとかはもう常にね、あー、はいはい、音音とかで鳴ってるものとかっていうのもやっぱり、うんうん、あの抜け方が近かったりとかするんで、そこはまあ割とちょっとシビアに考えた方が、うんうんうん、アパートを考えるといいんじゃないかな。なるほどなるほど、ね、うん、曲全体が仕上がってきた時に見えてくるのがそこだったりするんで。ああ、なるほどなるほど、はい、あ、こう気をつけましょう。まあでも本当にね、まあ、今回のテーマはドラムアレンジということやったんですけども、はい、クリエイターの方からすると、はい、まあ、とにかく君の持ってるものを全部出してくれと。そうですね、一旦ね、やっぱり全部出してもらわないと。そうそう、でそこでね、はい、あのディスカッションができればということをやったりすると思うので、はい、まあ、これからね、曲を作っていく方もせえし、ドラムマガジンのコンテストに応募するっていう方も、はい、まあ、いろいろこうね、あの出していって、まあ、正解が合ってないようなもんですね。そうですね、はい、ね、こうあの自分がかっこいいと思うものをね、はい、出していきつつ、もう出し惜しみなく出して、出し惜しみなく本当に全部だからね、こうあかっこ悪いと思われるんじゃないかとかね、こう、はい、手数が多いと思われるんじゃないかとか思わずに一回全部出した方がいいっていうことですね。ですね、はい、わかりました、はい、ありがとうございました。そのことで、まあ、はい、今日は、作曲者の、カフカさんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。